本日はサラジオ高専の育英祭に来ております。これは今乗車させてもらっているのはソーラーカーです。前にはこのレース用のソーラーカーが走っております。非常に快調に走っています。こちらもソーラーカーで、この形からしますと箱型と言いますか、両側にこの窓がないので箱型にも見えにくいんですが、この上にソーラーパネルがあります。そしてこの情報に前方に運転席がありまして、このバス型の形に乗っております。私が乗っているのはこういうところで乗っています。これが自分から側面の学校の外を見た形になっています。左側にはずっとこの環状高専のグラウンドがありまして、この芝生のグラウンドになっています。ここでおそらくサッカーなどやりますと非常におそらく気持ちがいいんだろうというふうに思います。非常にこの広いサッカー場になっております。向こうの方で学生さんたちが大勢いますので、このスポーツをやっている光景が見えます。こちらが三条高専の校舎です。こういう光景があります。ここは町田市の小山ヶ丘、駅は最寄り駅は玉坂井です。非常にこの人気の高い三条高専の今学園祭にやってきています。学園祭といいます。これは今ソーラーカーに乗せていただいているところです。終わります。